よし。何のよしやねんって感じですね。はい。皆さん、いきますよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。素敵な挨拶ありがとうございます。久しぶりにね、なんか京都でライブさせていただくんですけども、久しぶりでもないか、2月にあったな。久しぶりじゃなかったけど、府庁、ここで歌わせてもらうのは、1年ぶりですね。去年も歌わせていただいたんですけども、こういう、なんていうんですか、こういうテレビとかで映る感じの、なんか、あれなんですか、静粛にみたいな感じのところで歌うのは初めてなので、すごい頑張りたいなと思います。はい、今日はね、一部2曲歌わせてもらうんですけども、一部の1曲目はですね、阿部真央さんの、あなたの恋人になりたいのですっていう曲になってて、まあ、私、恋愛経験は一個もしたことないですね。なのに、こういうちょっと、キュンキュンみたいな歌を歌うのが好きなんですよ。はい、なんですけどね、今日は頑張って歌いたいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。めっちゃ近いですね。頑張ります。それでは、1曲目聴いてください。阿部真央さんで、あなたの恋人になりたいのです。昨日
とうございます。そこでね、ってなってちょっと申し訳ない感じですけど、はい、またねリベンジしたいなと思います。よいしょ。何を話せばいいんやろ。京都、あのね、桜、まあ今日すごい満開なんですけど、あのさっきね、来る時に見たんですけど、桜すごいね、いっぱい咲いてて、兵庫、私兵庫から今日来てるんですけど、兵庫はね、まだ桜咲いてないんですよね。そうなんですよ、咲いてないんですよだからすごい羨ましいですね、桜。お花見とかね、すごいしたいんですけど、あの私、あの青いコンビニで働いててなんか言うねん、もうええわって感じですけど、働いててあの神社の真横なんですね、あのその青いコンビニが。で、そのお花見客とか言って行ってるんですけど、いや桜咲いてへんけどなと思いつつも、そのお花見客の人にあの一応ね、あ、唐揚げくんいかがですかって言ってるんですけど、あのすごい京都はね、青いコンビニも多くて嬉しかったですね、働いてる店員としてはすごい嬉しかったです。はい、じゃあちょっとね、2曲目に行く前に告知をしたいんですけども、4月の5日に江坂ミュージさんでライブがあります。はい、急にね、告知始めたんですけど4月5日に江坂ミュージさんでライブがあるのと、4月10日ファンジェトワイスさんでライブがあります。今日ね、チケット持ってきてますので、もしよろしければ声をかけていただきたいなと思います。あと舞台なんですけど、舞台やってます舞台やってて、4月16、17の2日間で、スタジオ公演があるんですけど、リスタートっていう公演の名前で、なんかすごいね、私の行ってるスタジオは作詞のコースがあったり、なんか脚本書くレッスンがあったりあって、その脚本コースの子が書いた脚本の公演みたいのをやるみたいで、なんか5個ぐらい作品をこうやって、20分ぐらいの作品をこうやっていくっていう中の一つに出るんですけどね、私の出る名前のやつがね、もうね、初恋大作戦みたいな名前で、マジでええのってはい、まあなんか嬉しいことにあらりかをね、すごい取り合いしてたみたいなんですけど、なんかそれが嬉しかったんで、まあ今日から練習っていう、すごいギリギリな、ゆるい感じなんですけど、頑張りたいと思います。あと5月6日と7日にマザーっていう公演がありますので、もしよろしければどちらも見に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よし、ちょっと2曲目に行こうかな。あ、その前にこのね、シール、ステッカーなんですけど、見えますかね、この200円で売ってるんですけど、あの CD 制作をいつかしたいなと思ってまして、そのね、 CD 制作のお金にね、皆さんが買ってくれたステッカー代を回したいなと思ってますので、もしよろしければ1枚でいいので買っていただけたらなと思います。水飲みます。